はい、沖縄の行事ごとといえば稲荷寿司屋、やっぱ揚げ物には三金茶、先輩のお店だからよろしくね。これマジでうまい、ガーリックと稲荷寿司、稲荷寿司も昔ながらのやつよ。あちここでうませんよこれ。はい、いただきます。これデージニンニクがよ、シャニキーってから、ニンニクが上質、めっちゃくちゃ。オナラもニンニクよ。そして稲荷寿司もなんかちょっと皮は固めの素朴な感じ、これがあるわけ、うん、揚げ物に着衣よ。で、うちランチは揚げ物大好きだから三品ちゃうよ、そういう時には。すっきりするね、後味が。うちの青三品ちゃうよ。ちょっと吐きそうになった。最高、まさい。それから稲荷寿司2個とチキン2個食べた後に、おやつであのモスバーガーのね、フィッシュバーガー、うまさいよなこれ、美味しい。でさらにおやつでナゲットも、よしこれだけ食えばもう十分でしょう。チャークいいよ、口についてんのも気づかん、フライヤーさんに回さんね。それにしてもこの後お盆のクワッチーもあるけどよ、その前におやつとして食べとかんとよ。でもういっぱい食べてもお腹いっぱいよ。それでもナゲットチャークいいよ、バタブーや、またぶなれや。もうこれだけ食べたら十分でしょう。夕ご飯もあるよ。チャーカミー、薄モスチャーカミーよ、まさんや。はい、ごちそうさまです。で最後に締めにあのモスチーズバーガーね、これは締め、もうあの最後のデザート中のデザートみたいな感じですね。まあさやな、これもチャーカミーよ。これだけ食べたらよ、三品茶が効かんくなってくるから、ね、たくさん食べる人にはグアバ茶や、グアバ茶、最後グアバ茶飲んでよ。